おみやです。今回は壬生町にありますことぶき屋さんに行ってきました。大正初期より営業しているという老舗のお店ということで、メニューなんですけれども、丼物にミニのラーメンかそばかうどんのつく日替わりランチや焼肉入りそば弁当、60年以上タレを継ぎ足している人気ナンバーワンのカツ丼、その他に盛りやかけ、きつねやたぬきなどのそば、うどん、親子丼や天丼、ハムカツ入りカレーライスなどのご飯物、ラーメンやタンメンなどのラーメン類があり、大盛りはプラス100円、丼物にミニそばやうどん、麺類におにぎりがつくセットメニューがあります。私はハムカツ入りカレーライス650円、ご飯大盛りプラス100円、冷たいミニそばセットプラス150円を注文しました。卓上には醤油、ラー油、胡椒、七味が置いてあります。自家製麺のラーメンも気になりますね。さあやってきました、ハムカツ入りカレーライス、ご飯大盛りと冷たいミニそばの到着です。いただきます。カツカレーですが、とてもスパイシーな香りがします。具材が玉ねぎ、人参で、ハムカツが上からドーンと中西学のアルゼンチンバックブリーカーのように乗っています。まずはカレーから。ドロッとしたカレーで独特のスパイスの風味で、後からほのかなスパイシーさと旨味がやってきます。ハムカツですが薄めで柔らかです。これはウミヤです。カレーに負けない衣の香ばしさに、薄いけど噛むほどに旨味の出てくるハムで、昔ながらのハムカツです。カレーを注文するとハムカツが乗っている嬉しさ、まさに中西学が42歳で初のチャンピオンになり、山本小鉄さんも涙ぐむようなめでたいカレーライスです。福神漬けとの相性も抜群ですね。ボリュームもあり最高です。冷たいそばですが、刻み海苔、ネギが乗っていて、わさびが添えられています。麺は細麺です。喉越しがよく、海苔の風味がたまりません。つゆはすっきりしていて、暑い時期にたまりません。人気ナンバーワンのカツ丼が気になるわね。そしてコスパがいいわね。そういえばことぶき屋さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に2台ほど止められる専用駐車場があります。場所なんですけれども、東武壬生駅から車で約3分、県道18号線壬生町役場入り口付近を曲がるとあります。店内はカウンター席、小上がり席があります。肉厚のおみやは昔ながらのハムカツみたいに薄くならないかしらね。値段もボリュームも大満足でした。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、ことぶき屋さん、安くてボリュームがあり大変美味しいハムカツカレー、大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃおみゃ、食べ歩き、ほう、おみゃおみゃ、おみゃかしら、へい。